関西空港行きです。次は終点関西空港です。行ってみよう。一駅で370円。高い。あ、しょうがないから。あ、そう、普通の南海線だ。一番前。乗ってみよう。当然一番前だ。お、一番前だ。これは島に行く。はい、行ってみよう。座りました。どんな景色が待ってんだろう。はい、リンクタウンで行きます。
て行ってまいりましょう。探検してみよう。これ370円は高いよ。電車賃羽田ほどやっぱり人はいないね。ナンバーから出た。こういう駅ですね。天下茶屋。関西国際空港駅です。さあ、降りて空港探検してみよう。綺麗には綺麗だよね。ただ、利用者数が非常に少ない。本数はね、ありますね。列車もすごく長い。関西空港駅。うん、駅は立派だよね。成田空港に比べたら全然立派。ただ羽田ほど人はいない。女の子がいる。女の子がいるぞ。これは関西関空戦士ラピトールジャーというんですね。さあ、じゃあ出てみましょう。関空第一ターミナルと第二ターミナル、二つターミナルがあるんですね。展望ホール雪バスってのは、なんだそれ。あ、二つあるの。あ、なんだこれ。巡回経路中です。セコン。あー、これが駅 JR と南海線ね。第3名から行ってみよう。国内線。なんか滑走路なのかな。上が道路みたいな。これ道路か。道路なんだな。道路なのか滑走路なのか。あんな機械で勝手に車が下に来るんだな。高速線、あれだ、淡路島とか行ってるんですよね。第一ターミナル2階行ってみよう。ここは綺麗だな、塗装が。